相手のペースは崩すためにあるのよ。止まらず動いて、相手に隙を作らせれば勝機はある。 私が最初に手ほどきした時のこと覚えているでしょ。最初に教えたのは、はい、あえて受けて流して切る。そう、ほら、あえて受けて流して切る。 私のメカルンペルシティルツヒェンか。もうええじゃろ。